い、じゃあ今度は、あずきです。小金鱗、あずきちゃん、あずきちゃんが、あずきちゃんも1歳になったところですね、はい、ちょっと変わらない、これがあずきです。あずきちゃん、体重が69から70ぐらい、はい、そんで、うんちが夜ですけど、あ、夜一個もしないんですよ、朝まで。え、それで、夜しないの？しないので、朝、ゲージにこれに入れて寝かしてて、はい、で朝、大きなゲージに入れて、うん、ご飯を食べたら結構これが大きめのドーンとして、あ、まとめて、まとめてやってます。食べてる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 。で、夜っていうのは 何時から何時ぐらいまでゼロなの？もう、だいたい10時半ぐらいに寝て6時半に起こしてるんですけど。あ、その間がゼロ、ゼロです。その中に入ったら夜はしてないんです。はい、なるほどね。そういう子もいるわけね。普通しますよね、うん、服でも、服は先生でもそこそ2つ、3つの、よくあっても2つです。確かにそうなんだ。ちょっと大きめのやつをするんですけど、やっぱりちょっと中型、やや大型になってくるとそういうことも我慢できちゃうのかな、うん、さあ、ちょっとこの子が噛まれるときがそうだな、両手しますね、うん、ちょっと待ってくださいね、はい、ごめんね。で、確保したら、名前言っとかな、あずきちゃん、あずきちゃん行きます。はい、ごめんね、あずきちゃん、またすごい泣くよね、きっと。はい、じゃあ体重上がって。ごめん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 。67です。はい、67。はい、体重計外して。はい、67。前測った時は62だから増えてますね。はい、じゃあこの手袋ちょっと取ってください。はい、67。ごめんね、あずきちゃん。ちょっと触らせてください。うん、栄養剤はまあまあいいですね。ご飯は入ってない。まだ入ってないですね。まだちょっと食べたというわけでね、さっきの。で、筋肉はしっかりしてますね。からお腹のところは柔らかくて出てないと思います。はいはい、手が抜けた。手が抜けたらごめんなさい。あれ、切ってんの、この子。みんな同じ時期に切るんですけど、この子だけ今回の短くて伸びなかっただけで。うん、ここで切るんだね。うん、で最近そのサウナともちょっと、はい、生え変わりみたいで、あのさ、結構抜けてます。もし羽切る時やったらさ、はい、私に切らせてください。もしよかったら。そうです、はい、切り方はお見せしますので、はい、そうするとそれで切った方がいい。はい、そうすると見た感じがさ、綺麗だと思うんですよね。うん、あの前も話しましたね、はい、外側を残して真ん中を切って、下が、上と下は 2枚か3枚残しておくと綺麗だと思うんでね、はい、羽根なかったないの？うん、短い、うん、だけじゃないわ。あずきが一番、あずきが一番ちょっと怖い。この子も出血しそうだね。みんなでも2ヶ月かね、1回ぐらいはもう行くんですけど、でもそんなんじゃ消えないね。うん、この子は、そうか、メガネが、メガネが。はい。ごめんよ。あずき。だよね、2ミリ切ると仕事出てくるね。まあ、そんなドクドク出るわけじゃなくて、にじむ程度なんですけどね。はいはい、うん、まあでも反対に言うと健康な証拠なんですよね。よいしょ。特にこの若掛の服の方がすごいもう痛くて伸びてくると。ごめんね。あずき、あずきちゃん、ごめんね。ちょっとこれ、もうちょっとこれ切りたいな。よっ、足なかった。はい、じゃあ今度こっち行きます。よっ、
この子が一番伸びてるんだね。で、出血しないですね。そう一番動きが激しいのはやっぱこの子なんで、元気は一番ありますね。ごめんね。はい、ちょっと詰め詰め。こっちのあれ、こっちの人こいった。でも割り勘。はい、オッケー。どこ行ったます。はい。はい、じゃあもうキシデクシにつけさせてもらいます。ごめんね。はい、オッケーです。うん、はい、ちょっと待って、そのは入ってなかったね、この子ね。そうで、もうキシと、うん、じゃあもう入れて、はい、じゃあ入れましょうか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、で、締めてしっかり。おー、バタバタ、バタバタ、よう頑張ったよって。はい、じゃあまあ、はい、今の爪切りもだけど、はいはい、首の衣装につけたやつがもう寄生虫ね、はい、抗寄生虫薬で、はい、ハムチとか、はい、あと体の表面の寄生虫、はい、消化管の寄生虫が予防できると思いますから、はい、つけられてとっても良かったと思いますよね。はいはい、ただその後よく見といてくださいね。はい、ただどうしてもあんな押さえてさ切った後って、うん、一般状態が多少落ちる子もいますんで。うん、もし何か変わったことあったら電話で相談してくださいね。はいはい、先生、ちょっと服なんですけど、はい、服と、じゃあ一回止めて。